はい、皆さんこんにちは。株式会社トビアイダの佐々木です。よろしくお願いします。ですね、今日ですね、前回ちょっと地縄を張ったところの次に、ね、基礎工事がスタートするんですけども、その基礎工事のやり方を、撮影をしていきたいと思います。でですね、今日その何やるんですかって言って、何持ってきますって言ったら、一応これを持ってこいということですね。これは基礎を打つからきっとなんかを叩くんでしょうね。これガッツガッツっていうのと、まあ、これ大きなハンマーと、あとブラックボックスです。これはインパクトとかが入ってます。でこれは金の箱です。宝箱みたいですねこれであとはなんかこれ棒ですね。なんだろう、まあ、こんな棒も持ってこいということと、あとなんかこれが一番興味があったんですけど、これです。今日楽しいだな、なんか言って、まあ、これを使いながら、金を出すということなので、もしかしたらパーティーかもしれないんで楽しみですね一応なんで今日はこれを使いながらなんか金を出すということなので、ちょっと僕の方も念のためお金はちゃんと靴下の中に隠しておきたいと思います対策もバッチリですじゃあ、基礎のやり方で行ってみたいと思います。はい、今日よろしくお願いします。今日は基礎のやり方ということで、はい、いろいろちょっとやり方を教わりたいと思うんですけど、まずこのやり方っていうのは、はい、なんかあれですか、この今日いろんな道具があるんです。このハンマーのやり方、まあ、使い方ですか、はい、教わったりとか、はい、あとこういうなんか道具のいろいろあったんですけど、そういうやり方を教えていただけるということですかね、はい、まあ、やり方って言ってもそういうことじゃなくて、はい、建物が建つ位置の、はい、まあ、位置を正確に、はい、まあ、出す、はい、作業内容のことですね、こういうやり方と言います。作業のことを全部やり方、ね、工程であるんですね、はい、あ、なるほど。じゃあこういう道具の使い方を今日は教えてもらえるかと思ったんですけど、そういうやり方ではなくて、はい、やり方という作業工程があるということなんですね、はい、へえ、そうだったんですね、はい、そうです。なるほど、はい、ありがとうございます。あともう今日はちょっと楽しいなと思って、はい、こんなパーティーグッズがあったんで変装後で僕もしたいなと思って、はい、こういう、これは何の作業なんですかね。これは建物の、まあ、90度を出す、まあ、体角とかを正確に測る道具になります、はい、それを金を出すとかって言うんですけど、ああ、僕お金ないですからね僕お金持ってきてないですよ、はいはい、お金は出しません、はい、いいんですか大丈夫です、それはお金じゃないです、これはどういうことですか、お金僕出さなくていいんですか、はい、大丈夫です。今日はこの道具を使って90度を出す作業になります。あ、90度、このそうです、この90度のことを金、はい、あ、そのうちの金を出すんですね。そうです、よかったさっきここに隠してたんでで、これあとでちゃんとお財布に入れておきます。お金出さなくていいみたいなんで、しかし金は出します、はい、はい、じゃあ後でこれも教えてください。はい、じゃあこういった形で、じゃあやり方作業を、はい、はい、よろしくお願いします。します。はい、そしたらやり方作業の方、はい、始めていきたいと思います。まず最初何をやってきますか。はい、まあ、前回地縄を出してもらって、はい、出してました。の、隅から、はい、この角から、建物の角から60センチですね。はい、60センチ。はい、うん、まっすぐですね。そうですね、まっすぐ、はい、はい、で60センチ、はい、はい、あ、こっちか、そうですね、60センチ、はい、60センチ、はい、はい、そこに置いといてもらって、はい、で今度はもう片っぽこっち、これも角から60センチ、はい、で60センチ、うふ、見えなくなっちゃった、こう、はい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 内側で収集します、はい、で交わったところに杭を打つ、はい、はい、あ、これを打つんですか、はい、はい、ちょっと押さえてもらっていいですか、そこ、はい、角打ちますからね、ちょっとこれを押さえろということなんで、はい、しっかりと押さえてみます、はい、
オッケーです。先生でもこれで気をつけなきゃいけないのはこの手をここを打ちますからね。ここあここ危ないですね。下を押さえてください。はい、下を押さえてください。はい、その時頭もねちょっと頭もちょっとこうこっちやって頭打っちゃっていけないんでね。おお、Oh my God。 で打ちますよ。はい、どうぞ。で、踏んで打つ。おお、はい、はい、はい、よいしょ、よいしょ、はい、はい、大丈夫です。はい、持ちみたいですね。持ちみたい。これなんか打ち込むのあれもあるんですか。そうです、まあこれが動かないよ、動かないぐらいで。あ、はい、はい、しっかり立てました。はい、これが1本。はい、この後は何かあるんですか。この後はこのまま四隅を。あ、これを全部四隅にやっていくんですね。はい、分かりました。じゃあ四隅の方に行ってみたいと思います。この角から角から60センチですよね。はい、角から60センチ引いていきます。この方ですね。はい、離れなきゃいけないんですよね。そうです、下持ってもらって。はい、はい、行きます。はい、まっすぐですね。はい、はい、お、はい、OK です。分かりました。はい、じゃあこれもじゃあ残りも、はい、お願いします。はい、はい、はい、じゃあ食い打ちが終わりました。はい、で、さっき糸も張って、はい、食いも立ったんですけども、はい、結構あれですね、図面だと結構なミリ単位でやってたんですけど、はい、実際はもうこんな、まあ、すみません言い方悪いかもしれないですけどざっくりで、はい、なんか高さもこの辺だなみたいなさっき出て、はい、これで基礎を打っていくんですかね。まだやり方としてはまだ終わってないんで。あ、まだ終わってないですか。はい、さっきの高さやったりこうまっすぐやったのは、はい、あれはこの杭がこういう風に波打たないように、まあ、通りをこう通すために糸を張った作業になります。そういうことですね。はい、杭のためだけの作業だったんですか。そうです。ああ、びっくりしました。俺てっきりもうこれで基礎の形が決まったのかと思って。まだまだですね、こっからですね。あ、何も道具使ってないから大丈夫なのかなと思ったんですけど、はい、あ、そういうことですね。まだ大丈夫です。はい、そしたらこの後は、この後はこのレベルを使って、あれにこうピーってやって音が鳴ったところで、まあ、これが高さを出す作業になります。なるほど、これでもう完全に見れたいんで。はい、そうです。あ、はい、分かりました。はい、すいません、ドキドキしてます。じゃあその作業、しっかりと進み出しレベル出し、はい、やってきます。はい、はいはい、そしたらこれから高さを出す作業ということで、はいはい、まず何をしていきますか。はい、高さの出し方なんですけど、はい、まあ、このレベルを使って、レベル、はい、レベル、あそこに本体があるんですけど、はい、あそこがレーザーが出てて、はい、でこれが受光器になってまして、はい、で、まあ、高さが同じ揃ったところでこうピーッとなると、はいはい、っていう機械ですね。これで高さを出していきます。はいはい、で今回はこのなんか基準となっているところが事前に出してありまして、はい、この天板より10センチ下がったところ、そうですね、ところが、まあ、GL 設定ということで、じゃあこれの、はい、でまずこの高さを今合ってるピーゴ、はい、ここが今高さがあったよっていうところなんで、これから10センチ下げて、はいはい、高さを出していきます。あ、はい、この作業になります。これ本当にこれレーザー出てるんですか。はい、これはもういいですか。精密機械なんでね。本当ですか。はい、本当だ。はい、あ、本当だ。そういうことですね。あ、捕まえました。捕まえました。はい、あ、本当ちゃんと出てるんですね。でこの高さを先ほど打った杭に、まあ、全てにこう印をしてって、あの同じ今度木の板ですね、抜きっていうんですけど、はい、この抜きを貼り付けていく作業をこれからしていきます。分かりました。じゃこれからピーのところに全部墨を出していきます。はい、行きますか。行きますよ。結構シビアですね。あ、すごい。本当に入れたいんで、はい、ここですね。はい、はい、はい、行きまーす。十
1、2、3、来た。これは本当ですね、さっきなんかざっくりみたいな感じで言っちゃって、鈴木さん頭ああそうだ、レーザーが出てるもんね。そうでしょ、そしたらあの全部炭出し終わりましたんで、はい、そしたら次は何をやっていくんでしょうか。はい、次はそのさっき今出した印のところに、はい、この抜きを抜き、はいはい、この木ですね、木この抜きを、はい、あの炭に、はい、さっき印したところにこの上刃を合わせて、はい、この木の上側っていう、ああ上側ですね、上側を合わせて、はい、これが上刃っていう、上刃っていうんですね、はい、この上刃合わせてこのインパクトで止めていきます。わかりました、はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、重た、はい、あ佐々木さんこっちこのこれに、はい、これをこう合わせるように、あ届かないと、そのためにさっき幕張りをしてるんですね。そういうことです。わかりました。あれは適当に配ってるわけじゃなくて、はい、そういう考えられてます、あれがあるんです。はい、ました。これの、はい、こっちですか。それもこの炭に合わせてもらって、でこの壁にドンしてもらった方がいいですね。あ、ドンしちゃっていいんですか。はい、おこれ動かなくなりますから。なるほど、はい、これで固定がしっかりできてるということで、あとこっち側とこっち側もあるんでね、ええ、角はこっち側、外側、はい、この杭の外側に、はい、はい、あ、こっち、あとは中は内側になるように、はい、杭の内側になるように。何、さっき そういうのをやりながら杭が打たれてたんですか。そういうことです。はい、じゃあ止めていきます。はい、はい、こっち OK です。ね、はい、ありがとうございます。はい、そうそうですよね、はい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 、こっちも足りてます。はい、お、またこっちは角ですね。はい、そしたらまたその後ろ側ですね。後ろ側、はい、はい、でそっちに出ないようにしてもらって、出ないように、はい、杭、はい、から出ないようにね。いいですか。ちょ、はい、大丈夫です。はい、ジョイントは2本ですね。ジョイントは2本、はい、おお、なんか理由あるか。まあ頑丈にということですね。いいですか。はい、 OK です。はい、うん、OK です。はい、はい、いいですよ。おお、全部、はい、炭の位置通りどんどん今進んでってます。これも僕側の方でいいんですね。はい、 OK です。はい、はい、はい、じゃあそっち、それも外ですっけ。外側ですね。あ、そうか、こっちは出しててよかったんですね。危ねえ、ドキドキしてた。出して、そう、本当はあんま出さない方がいいです。あ、みたいです。ちょっと出しすぎたんです。はい、ありがとうございます、はい、お、全部できました。はい、こういった形で全部枠の方が、はい、取り付け終わりました。はい、完成です。はい、はい、ありがとうございました。おす、はい、そこですね。
はい、完成です。はい、ありがとうございます。はい、はい、無事最後の調整も完璧です。そしたら枠終わりまして、はい、あとはこれで終わりですか。まあ、この状態だとこうまだこう揺れが止まってないので、はい、今度筋交いっていってこう斜めの板を取っていきます。なるほど、これは建築の建物でもそうですね、一緒です ね、はい、横揺れを止めるやつですね。そうです、はいはい、それでやっていきましょう。はい、やりました。今度それを反対側も、ね、反対もこの金になってるところに筋交いを入れていくということですね。はい、はい、これで1箇所終わりました。これはあとは全部全箇所やっていく。はい、四隅は全部やっていく、このようにやっていきます。わかりました、はい、筋交いでの方、四隅あとはやっていきます、はい。